こんにちは。朝5時半です。いいお天気になりました。気温は7度ですね。大手まりの花はどんどん散っています。下はこんな風に真っ白になってますね。桃色大手まりの方もピークは過ぎたようです。これはジェミニです。そしてこちらはメリーミルトンです。まだもう少し楽しめそうですね。ホスタエンプレスウーに朝露が降りています。スモークツリーロイヤルパープルも朝露キラキラです。ジャーマンアイリスウェディングドレス、大きな花が咲いています。白いダッチアイリスも咲き始めました。アリウムピンクジュエル、コアオ花むぐりまだいるようですね。10時半になりました。快晴です。スモークツリーグレース、風が少しでもこれは揺れますね。また大手まりの木の下に来ました。今日はとてもいいお天気になっています。ジャーマンアイリスレアトリートです。これも大きな花ですね。デルフィニウムオーロラブルーインプ、これが一番たくさん数があります。今年は、奮発して100本近い苗を植えたんですけども、どうでしょうね、7割ぐらいは咲いたかと思います。失敗したものについては今検証中です。ガルビネア、スイートラブ、赤い花が咲いています。芍薬、アネモネフローラ、今年は小さいながらも立派に咲きました。肥料が良かったんだと思います。芍薬、レッドチャーム、何かいますね。中に入っていきました。出てきたのは小さな鉢のようです。特定はしていません。芍薬はどんどん形が変わって面白いですね。シラーペルビアナ星のソナタです。とても大きな花の塊になっています。風鈴オダマキ、今日も綺麗に咲いてますね。ポテンティラケーション、たくさん花が咲きました。今日は大天菜の花が開きましたね。天気が悪いとあまり咲かないようです。これは小型のヒューケラですね。花が咲いてきました。ツツジ、皇帝、今日も咲いています。まだつぼみがありますね。これも多分888という肥料のおかげでたくさん咲いたんだと思います。匂いツツジは花は小さいんですがたくさんつぼみもあります。大盤草の花に花雲がいましたね。種もできてきています。ヒメカンゾウは南の方からどんどん咲いてきて、北側も咲いてきましたね。バプテシア、カロライナ、ムーンライトです。綺麗に咲きました。隣の紫仙台萩、ちょっとよく見えませんね。紫色になってきました。エゴノキ、待っているとなかなか咲きません。離れてみるとこんな感じです。今日は違うところから庭を写してみようと思います。グリーンが多くなってますね。今目立つのはデルフィニウム、それからジャーマンアイリスがポツポツと咲いてきたところです。デルフィニウムをまとめて植えてあるところです。ここは割と、いい感じで育っていますね。アリウムイエローファンタジーです。これはもうちょっとパッと開くんでしょうか。ウスの上からも撮影しています。大きなホスタが見えますね。それからパンパスグラス、ヤマアジサイの類も見えています。ユリもたくさん植えてあります。この赤っぽいのはアジサイですね。丸尾です。天気が良すぎて母ちゃんは引きこもりになっています。今日はこの辺で。バイバイにゃん。